主教区の主教座制度、旧聖主ハリストス大制度本記事モスクワ総主教、モスクワ不主教の一覧は、歴代のモスクワ総主教、モスクワ不主教を扱う。モスクワ総主教は、ロシア正教会の主座主教であるが、1321年から、総主教座が成立する1589年までは、不主教座がモスクワにあった。さらに、モスクワ総主教座が、空意。 廃止されていた時代にも、モスクワには、不主教座が置かれていた。1321年から1461年までは、キエフ及び全粒子の不主教がそのタイトルを変更しないままモスクワに居住していたが、この時代の不主教も、本一覧で扱う。本一覧では、モスクワ主教区を一時的に管轄したのみのものは、含めない。ただし選出はされ、 実質的な務は果たしていたものの、正式な着座はなされなかったものについては記載する。また、劣勢の有無を示すため、成人となっている、総主教、不主教の場合、日本聖教会転者の欄に、聖の称号を付す。キエフ及び全霊士の不主教はそのタイトルを、変更しないまま1299年から、ウラジーミルに居住していたが、 さらに1321年からは、モスクワに居住していた。1461年までは、キエフ及び全粒子の不主教のタイトルが維持されていた。聖ペトルの遺婚聖フィリップの遺婚信仰してきた、ポーランド人への祝福を拒む、総主教聖エルモゲンを描いた、絵画聖、フィラレートの肖像。黒ブークをかぶり、パナギアを胸にかけ、チョトキを左手に持っている。 ピョートル一世は1700年にアドリアン総主教が没した後、公認の総主教の旋律を許さなかった。総主教代行ステファン・リアザンが没すると総主教座を廃止し、ロシア正教会の最高機関として、サーリの統括する政務会員を置いた。2月革命後の1917年まで、モスクワ総主教座は復活せず、モスクワには不主教が置かれるのみだった。 セイティーホン。パナギアを首からかけ、クーコリをかぶっている。ありがとうございます。